皆さん、こんにちは。ズイコでそれでは今回なんですけども、楽天ペイ期間中ずーっと5%還元の延長が決定、日程や注意点など簡単解説ということで、本日発表されました楽天ペイのキャンペーンについてサクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速、こちら全店舗対象期間中ずーっと5%還元、ポイントでもらった分も還元対象ということで、これまで行われてた第2弾のキャンペーンとなります。いや、いつも楽天イのキャンペーンの発表自体は、結構早めに知ることはあったんですけども、今回はちょっと遅めだったので、若干あれっていうふうに思ってました。このキャンペーンなんですけども、すぐにスタートしてるというわけでもなくて、キャンペーンの開始は今出てるように、2020年の1月の1日から、 2020 2年のの3月日まあまあ、期間としたら長いのかなと思いますね。ちなみに、エントリー自体は今からでもできますので、なのでまあ、明日からすぐに還元のキャンペーンというわけではないので、ここはお気をつけください。まあ、知らない方のためにこのキャンペーンがどんなものか簡単にお伝えすると、今回のこの楽天ペイで決済ができるところであれば、基本的にはどこでも5%が還元されるというものになります。 まあちょっとだけ詳しくお伝えすると、こちら公式ページから引っ張ってきたんですが、ご覧のように、キャッシュレッションした還元事業の5%のお店で決済をしたらそのままの5%還元。で、キャッシュレッションした還元事業の2%のお店で、例えばそのフランチャイズチェーンなどに関しては2%プラス楽天ペイが3%上乗せして、これで5%還元。あとはそれ以外のお店で5%還元という感じで、まあ先ほどもお伝えしたように、基本的にはキャンペーンの期間中に楽天ペイで決済をしたら5%が還元。 されるという感じに覚えていただければ OK ですで、上限はもらえるポイントについてなんですけどももらえるポイントは楽天スーパーポイントの期間限定ポイントとなってますこれはこれまで通りですねそして新定ポイントの上限は期間中2000ポイントまでとなってますこれは以前のキャンペーンに比べたら結構落ちてるような気がしますね新定日は2020年の3月末日頃ですね そしてこちらの比較表なんですけども、今お伝えした楽天ペイで決済するときに、楽天カード以外のクレジットカードやポイントで払ったりと、あとチャージ払いを行ったら基本的には5%還元なんですけども、楽天カードユーザーの方なら5%プラス楽天カードの1%が加わるので、楽天ポイントを集めるならこの方法でその6%、実質6%還元、受けるのもいいのかなと思います。 あと、場所によりけりなんですけども、今出てるこちらのお店であれば、楽天ペイで決済する前に、楽天のポイントカードを提示すれば、さらにお得になります。まあ、僕がよく行くお店だと、まあ、例えば、くら寿司とか、つるはドラックなどがあるので、お会計の前に、楽天ポイントカードをまず出して、その後に楽天ペイで決済すれば、さらに還元されます。まあ、還元率はお店によってバラバラなので、ご自身で調べてみるのもいいと思います。で、キャンペーンの一応まとめですね、上からエントリーが必須で、 キャンペーンの期間は2020年の1月の1日から2020年の3月の2日まで。で、これは全店舗5%還元で、楽天カードでさらに1%上乗せもできます。で、あと上限は2000ポイントまでとなってます。 まあそんなことで今回はかなり簡単ではありましたが、楽天ペイの第2弾のキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。いやまあ、1月から何を使うかっていうところはちょっと悩むところではあります。キャッシュレッシュ消費者還元の5%のお店であれば、D 払いが10%還元もするし、オリガインペイも最大で8%還元、そしてペイペイもまあ場所によっては最低でもまあ6.5%還元も受けることができるので、まあちょっと悩むところではあります。まあ還元がある時代って っていうのはまあ本当嬉しい悲鳴だなというふうに思いながらまだこう模索しながらまたそれも皆さんと共有できればなと思います。一応今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクも下の概要欄に貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。